アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のために一度は跳ねた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月6日、場所は大阪鶴見緑地球場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X3 リーグウエスト第6節、磯野スーパースターズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側、ホームチームとして陣取ります。ユニフォーム、ベースカラーであるネイビーをまとっているのが磯野スーパースターズ。2014年にそれまでありました X3 およびプライベートのチームが合併しまして、出来上がりました磯野スーパースターズは、その翌年に一気に X2 昇格という偉業を成し遂げました。現在は X3 の地位に甘んじておりますが、その時の偉業あり、現在さまざまなチームの新興チーム参戦のきっかけを作った、その第一業を成し遂げたチームでもあります。現在もその活用拠点を東海岐阜に置き、東海地区のその社会人チームの礎という形で現在も活動をしております。現時点の成績は4戦全勝、そしてこの試合に勝ちまして、その全勝を保たんとしております。対しまして反対側、バックスタンド側に陣取っておりますのが、本日はビジターとしてホワイトのユニフォームを着用しております琉球ガーディアンライオンズ。こちらは今季参戦の新規チームです。遠く遠方の地、沖縄にありまして、アメリカンフットボールを普及させようと、その文化を作り、そしてそのアメリカンフットボールの激しさ、楽しさ、そして興奮、躍動感を沖縄に根付かせようとチームを発足させました。そして発足2020年からわずか2年で X3 参戦を成し遂げた、その勢いある新興チームとの対戦となります。こちらもその初戦におきまして、 X3 デビュー戦、その慣れない状況から愛知に苦杯をなめましたが、しかしその1敗を堅持し、優勝争いの可能性を残してこの一戦に挑みます。片や常連、片や新興というチームでありながら、しかし今季 X3 の優勝争いをかけた一戦が間もなく行われます。そして試合に先立ちまして、まず琉球ガーディアンライオンズによるオープニングセレモニーが行われます。沖縄にアメリカンフットボールの文化を作り、多くの方に知っていただくことで、アメリカンフットボールの激しさ、楽しさ、胸躍る興奮を体感してもらいたいという強い思いから、2020年に発足しました。その当時のメンバーは5名でした。それが集いまして、今や X3 参戦を果たしております。さらにその上に上田さんとするその勇姿を披露しながら、そのチームを琉球ライオネスが導き、フィールドに導いてまいります。琉球ガーディアンライオンズ、ゲットイン。現時点は3勝1敗、この状態で全勝を誇っている磯野スーパースターズに挑みます、琉球ガーディアンライオンズ。
両チームサイドラインに並びまして、まもなく試合開始の時を迎えます。令和4年11月6日、場所は大阪堤緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X3 リーグウエスト第6節磯野スーパースターズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフです。キックオフ予定です。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがカラーのユニフォームをまとっていますネイビー磯野スーパースターズ、奥側ホワイトのユニフォームを着用しておりますが琉球ガーディアンライオンズです。現在カメラが見られておりますが調整をいたします。少々お待ちください。琉球ガーディアンライオンズキックオフ、磯野スーパースターズレシーブで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行います。両チームのウォークライハドルが解けまして、まもなく試合開始の時となります。まず試合は琉球ガーディアンライオンズのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは琉球ガーディアンライオンズ8番の根島、千葉科学大学出身のプレイヤーです。対しまして磯野はリターナーに19番と84番を配属しました。磯野19番は五十嵐、東北大学出身のルーキー、84番の花木、岐阜大学のプレイヤー。そのリターンに入ります。これを琉球ナイスカバー。リターナー30番のリターンを琉球3番がタックルしまして、磯野を自陣27ヤードの位置に抑えました。磯野ここからの攻撃となります。リターンしましたのは磯野スーパースターズ30番の隅、タックルしましたのは琉球ガーディアンライオンズ3番の池口でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を争います。攻撃権は4回、この4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、エンドゾーン、タッチダウンを狙います。まずは磯野自陣27ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。さあまずは右オープンへのランプへ、ハンドオフを受けたランニング枠25番、右オープン展開しまして約4ヤードのゲインとしています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。このランプレーにより攻撃権更新、残り必要距離は6ヤードとなりました。このキャリア25番は宮城、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズ2回目の攻撃に入ります。ボールオン自陣31ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は6ヤードとなっています。さあ再びランニングオフに託しました。ナイスラン、ファーストラン。今度はランニングバック35番にハンドオフして左オフタックルをついて約7ヤードゲイン、従いまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーストラン。このように最初の起点からトータル10ヤードを超えますと攻撃権はリセットされ、ファーストダウン1回目に戻ります。それを決めましたランニングバック35番は東、京都工芸繊維大学出身のプレイヤー。磯野スーパースターズ自陣41ヤードの地点からのファーストダウン点に入ります。
成功。ナイスキャッチ。クォーターバック18番、ここでオフェンスが開始地点から後方より一度だけできる前パスを展開しました。これをワイドレシーバー2番がキャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。これにより攻撃権更新、必要距離は4ヤードとなりました。パスを投じましたクォーターバック18番は田中、岐阜大学のプレイヤー、そして4番の一野も岐阜大学の出身です。磯野スーパースターズセカンドダウン4、ボールオン自陣47ヤード。さあ今度は中央へのランプレーで突破を図りましたが、これは琉球のディフェンスカバーしまして約2ヤードのゲインでとどめています。磯野スーパースターズのキャリアは22番の選手でした。22番今井、金沢大学出身のプレイヤーです。タックルしましたのは琉球ガーディアンライオンズ55番のカデカル、琉球大学出身のプレイヤーです。177センチ110キロの巨漢がここで躍動しました。磯野サードダウン2、それを突破します。ナイスラーファーストラー、なにわくん25番、この琉球のディフェンス陣を自らの総力で突破、見事攻撃権更新としました。磯野スーパースターズファーストラー、なにわく20番宮部は北海道大学出身のプレイヤーです。遠く北海道の学生のプレイヤーがここで活躍しています。これにより磯野相手陣に入りました。相手陣33ヤードから磯野ファーストダウン10。ここでクォーターバック磯野18番パスを投じようとしましたが、これを琉球ディフェンス陣が殺到し倒しましたが、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエスが落とされますと、これは反則発生を意味します。これがどちらの反則にあったか、まもなくコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードの抜体となります。従いまして先ほどのプレー無効となり、磯野5ヤード前進という形でファーストダウンやり直しになります。従いまして磯野相手陣28ヤードからファーストダウン5、1回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は5ヤードという状況で試合再開となります。ファーサークォーターバック18番、今度はミドルゾーンにパス、それをワイドレシーバー11番競り合いながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーサー、見事パスキャッチしましたのは磯野スーパースターズ11番の松永、四日市大学出身のプレイヤーです。これにより磯野相手陣6ヤードのチャンスを得ました。磯野ファーストダウン2ゴールのシチュエーションに入ります。攻撃権更新、エンドゾーン得点エリアまで残り6ヤード。タッチオー、ここを磯野ランプレーで突破しました。35番ハンドオフを受けまして左をフタックルを突き出してエンドゾーンに飛び込んでタッチオー、磯野スーパースターズ6点獲得となりました。見事タッチダウンを決めましたのはランニングバック35番の東でした。京都工芸繊維大学出身。これしかしキックはブロック。タッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントはしかし琉球見事なブロックによりまして防ぎました。6点止まりです。しかし磯野スーパースターズ6点、琉球ガーディアンライオンズ0点、まず磯野が先制という形になりました。
アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入り、さらにタッチダウンの後には先ほどのようにもうワンプレープラスプレーがある。ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに点数が入ります。これと自殺点セーフティーを加えまして、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点となります。この足し算により得点が構成され、引き分けが起こりにくい得点構造となっています。そして試合は先ほど得点を挙げた磯野のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあ琉球リターンに入りますが、これをそのカバー陣が殺到しまして、琉球自陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。しかしこの位置から琉球ガーディアンライオンズの攻撃と変わります。さあまず最初の攻撃を防ぐことができず得点を許してしまった琉球ガーディアンライオンズですが、その反撃をこのシリーズから展開できるでしょうか。ボールオン自陣19ヤードに配置され、この位置からの攻撃です。琉球ガーディアンライオンズファーストアンテ、さあまずランプレーを展開しました。ナニーバックにハンドオフしまして中央突破を図り、約2ヤードのゲインとしています。キャリア33番は中本、関西大学出身のプレーヤーです。シーズン当初大きな怪我を負いましたが、この試合で復帰してきております。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウンの状況に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード、琉球セカンドダウン8。パス不成功、クォーターバックの番、ここでランプレーをフェイクにしたプレイアクションパス、ターゲット12番にそのパスを投じましたが、これはパス通らず不成功となりました。パス失敗ですとボールは元の位置に戻されダウンを1つ失います。従いまして琉球自陣21ヤードからサードダウン8の状況で、この状況に挑みます。琉球サードダウン上、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックダランプレッシャーを浴びながらパスを投じましたが、そのパスを取ったのはそのスーパースターズ30番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事攻撃ダッシュとなるインターセプトを決めましたのはそのスーパースターズの30番の隅、岐阜大学出身のプレーヤーです。これにより磯野スーパースターズ相手陣12ヤードからの攻撃となります。磯野スーパースターズファーストアウト。ここでそのクォーターバック18番自らキーププレーとしました。未終点を突破しようと飛び込みまして、オフェンスライン番69番のヘルプもありまして、約7ヤードのゲインとなっています。キープしましたクォーターバック18番は田中岐阜大学出身のプレーヤー、そして見事なブロックを見せましたのは69番の桑原滋賀大学のプレーヤーです。磯野スーパースターズセカンドダウン3、ボールオン相手陣5ヤード、タッチダウン、今度はランニングアップ22番に達しました。22番タックル受けながらそのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。
磯野スーパースターズ6点獲得。タッチダウンしましたが磯野スーパースターズ22番の今井でした。金沢大学出身です。そしてこのトライフォーポイント、キッカー18番田中見事決めました。1点追加、磯野スーパースターズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点となりました。まず序盤戦を磯野スーパースターズ優位に進めております。琉球この優勝をかけた大一番、緊張からかミスが出まして、そのミスを突かれた格好で現在2タッチダウン奪われた形になっています。状況を取り直し反撃に出ることができるでしょうか。試合は磯野スーパースターズのキックオフで再開となります。さあリターンに入りましたが、しかしボールをファンブルした瞬間の時間がずれるようになりまして、自陣20ヤード付近からの攻撃となります。琉球近所からか若干ミスが目立っているようです。状況落ち着き反撃に展開することが可能でしょうか。ボールオンは自陣20ヤードから、琉球ガーディアンライオンズファーストアウト。さあまず中央へのランプレーを展開しました。キャリア33番、タックル受けながら粘りまして約5ヤードのゲインを果たしています。ランニングバック33番は中本、関西大学出身のプレーヤーです。琉球自陣25ヤードからセカンドダウン5。さあ中央をつきました、琉球ファースター今度はランニング枠10番に託しまして中央突破、見事攻撃権更新としています。琉球ガーディアンライオンズファースター、素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたのは琉球ガーディアンライオンズの10番小屋、琉球大学出身。琉球ガーディアンライオンズ自陣33ヤードからファーストアウト。パス不成功。クォーターバック7番、今度は横に展開しようとワイドレシーバー3番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。琉球自陣33ヤードからセカンドダウン10。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。ランニングバック33番中央切り裂き、約4ヤードのゲインとしています。33番は中本です、関西大学出身。琉球自陣37ヤードからサードダウン6。3回目の攻撃、残り距離6ヤード、どのようなプレーを選択するでしょうか。ファースト、クォーターバック7番、今度は内側に切れ込んできたワイドレシーバー9番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファースト、パスを投じましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のチームキャプテン、そして取りましたワイドレシーバー9番は篠宮、琉球大学のプレイヤーです。
さあこれにより琉球相手陣に入りました。相手陣48ヤードからファーストダウンテン。ここでドロープレーを展開しようとしましたが、ここで磯の30番が素晴らしいタックルしまして、このゲイン1ヤードにとどめています。キャリア33番は中本、関西大学のプレイヤー。そして磯の素晴らしいタックルしましたが、先ほどインターセプトを決めました30番のスリー、岐阜大学の出身です。琉球相手陣48ヤードからセカンドダウンライン。パス不成功。クォーターバック7番、ここで密集点にパスを投じました。ターゲット3番のキャッチ力にかけましたが、しかしこれはカバーされパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。琉球相手陣48ヤードの位置からサードダウンライン。さあここで中央でのランプレーで突破を図りました。しかしこれは磯のスーパースターズ59番が対応しまして、ゲイン約2ヤードにとどめています。失礼しました、ゲイン4ヤードにとどめています。タックルしましたのは磯のスーパースターズ59番の中川でした。金沢大学出身のルーキーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、磯のスーパースターズ13点、琉球ガーデンライオンズ0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。